地上デジタル化の工事が完了した NHK、木の先テレビ中継所のアンテナ来日だけ、来日山は、兵庫県豊岡市木の先町を来日にそびえる山である。標高は566.58メートルである。ふるさと兵庫100山の一つ。この山の読み方は、地元でも、各地域によって異なり、来る日だけ、栗だけ、来る日山、栗山などがある。 山頂には一等三角点があり、それを見守るように14体の石仏が並んでいる。展望が良く、山陰海岸国立公園、山陰海岸、ジオパーク、縁山川湿地、祖父岳山系、東正尾山を望むことができ、特に雲海が発生した時の景観は幻想的である。様々な電波塔が林立しており、その姿は爽快である。山頂には、 NHK 神戸放送局や広域民放、県域民放の中継局とコミュニティ FM 局、FM ジャングルの送信設備が設置されている。地上デジタル放送の開局は全局2007年11月1日である。地上デジタル放送の試験電波の発射は NHK が2007年8月27日の午前0時から午前2時の間までに開始している。 他の民間放送事業者は10月9日午前10時から開始。県域局コミュニティ放送局。ありがとうございます。